世界を震撼させた事件解決から数日、第二連王レオ・ホワイト・ファングは息をつく間もなく事後対応に追われていた。というわけだ。そこから先は極めて高いセキュリティで守られている。我々ではこれ以上の調査は難しい。すまんが、ジャパニーズコロニーの件は改めてそちらで調査をお願いしたい。わかりました。しかし、自国の機密情報をバーノン大統領から報告されるとは、どうにも複雑な心境です。こんな事態だ。諜報内容は各国で共有しないとな。それに、君の話によればジャスティスはまだ敵の手にある。つまり事件はまだ続く。元老院の既得権益が及んだ場所は調査を徹底すべきだろう。そうですね。フィンランドの観測所からも妙な報告が届いていますし、こうなると些細な異変も侮れませんよ。まったく、マクロを高くして眠れる日が恋しいな。調査は我々が引き継ぎます。結果は包み隠さず報告いたしますので、ひとときでも体を休めてください。ありがとう。さて、しまったな。これは夢か。そこにいるのは元老院、いや元元老院のリーダー、滞在人クロノスと無免許の闇医者のように見えるが、はい、これは夢です。そうか、これは夢か。他人の夢に長居するのもなんですので、我々はこれにて失礼します。ごきげんよう。いや待て、そうはいくか。俺の目の前を犯罪者が素通りするなんて、たとえ夢であってもまかりならん。そうだな。はい、そうであります。仕方ありませんね。ここでクロノスさんが捕まるとややこしいことになる。クソったれ、逃げられたか。スーパー予想外なイベントが発生しましたね。これは報告書をまとめるのが大変そうだな。軍曹、はあ、今の件は当初の目的とは関係がない。報告書への記載義務はない。そうだな。いや、そういうわけにはまいりませんよ。だよな。しかしクロノスが生きていたとは。しかもこの場所、バーノン大統領の懸念も真実味を帯びてきた。よし、先を急ぐぞ。はあ、お前たちはなんと間の悪い。まったくです。あ、レオ様、やつはジェリーフィッシュ海賊団の頭領ですよ。この太平の世を乱す海賊ども、ここであったか100年目だ。観念してお縄につけ。訳ありか。部下の面前でなければ見逃してもいいが、報告書の手前そうもいかん。いや、しかし、なんであんたがここにいる。コロニーの異変に関係があるのか。異変？何か知ってるのか。ならば話が早い。同行させてやるから捕まったふりをしろ。しょうがないな。こいつは一つ貸しだぜ。さすがに。おら！そう、そこまで。これ以上場の気を乱すのはやめんか。なんだ貴様。申し遅れた連王殿、それがしはクム家の五代目当主ヘヒョンと申す者。コロニーに異変ありとの報を受け、見聞に参った次第。クム家、あの調律師の家の者か。これは失礼した。いや、こちらこそぶしつけに申し訳ない。しかし今は下級の事態、抗議の重きもありましょうが、静粛に願いたい。クム家当主の頼みとあっては是非もない。しかしどういうことだ。
我々は事件の痕跡を調査しに来たのだが、皆口を揃えて異変と語る。さまつごとでは動かん調律師が居合わせているということは、何か深刻な事態が起きているのか。連合国にも把握してもらった方が良いだろう。しかしどうも釈然としない内容なの。釈然としない？そうだな。コロニーの住人を海と例えたとしよう。今彼らに起きている異変とは、その大海に小石を投げ込んだ程度の変化だ。それだけか。そうだ。しかしこの小石、どこぞの宇宙人が何らかの意図を持って投げ込んだと言われたら何とする？もう、それは何とも拭いきれない、そこはかとないふんわりとした不安。そういうことだ。何かしらの異変が起きていることは確かだが、現状では情報が足りん。それがしは引き続き調査と分析を行う。結果次第では帰国にも助力を願いたいのだが。一体何が起きているという？